カルロス主義運動のシンボルブルゴーニュ十字記、カルリスタ王位請求者の一覧は、1833年より、スペインの伝統主義者、保守主義者たちが起こした、カルロス主義運動によって正当なスペイン王に、衰退された、モリナハク・カルロスとその後継者の一覧である。モリナ博尺家の直径が1936年に、耐えると、カルリスタたちは誰を次の、 カルリスタの王に報じるかをめぐって分裂した。森ナ伯爵カルロスとその直系子孫の王号と、その順序数は、支持者たちによって付けられたものであり、本人たちは、スペイン王であることを宣言したことはない。ただしカルリスタの王たちは、スペイン王が使用する称号の一部を使うことで、スペイン王位の正当な継承者たることを示した。1936年に、 モリナ伯爵家最後の当主アルフォンソ・カルロスが死去すると、カルリスタの主流派は、アルフォンソ・カルロスによってカルリスタ派の摂政に任命されたブルボン・パルマ家の講師ハビエルを次の後継者とした。カルリスタの政治理念を共有するものの中では、ハビエルはアルフォンソ・カルロスに最も近いブルボン家の親族として、1936年にカルリスタ派の摂政に任じられた。 ハビエルは1952年よりカルリスタの多い請求者となることを宣言したが、1975年に息子カルロスウゴに上位した。1960年代後半から70年代初頭にかけてカルロス主義運動の中には変化が生じ、カルリスタ主流派はハビエルの二人の息子、カルロスウゴの支持者と弟、シクスト・エンリケの支持者に分裂した。 カルロス・ウゴは1960年代に独裁者、フランシスコ・フランコに接近し、また、地頭主義に浸水して、自主管理社会主義を基盤とした、社会主義的君主制の樹立を主張し、多くの伝統派カルリスタの支持を失った。こうした動きに対し、弟のシクスとエンリケは、カルロス主義の伝統的、支球的立場の維持を主張して、カルロス・ウゴと決裂した。 1977年、シクスト・エンリケの支持者は、ハビエルの書いたカルロス・ウゴを拝着するとする宣言文を公表した。これに対し、カルロス・ウゴの支持者たちは、ハビエルによるカルロス・ウゴを後継ぎと認める宣言文を発表した。これ以後、ブルボン・パルマカ内のカルリスタ王位請求は分裂状態にある。カルロス・ウゴの弟、シスクト・エンリケは1977年により、 カルリスタの殺傷を自認しており、カルリスタ内の伝統主義者たちの支持を受けている。彼はまた、その兄カルロス5が正当な王位継承者ではあった。ものの、カルロス5が社会主義者であった以上は王位を継承できないと考える人々からも支持を得ている。シクスト・エンリケは、カルリスタの王位を請求せず、カルロス5の息子たちがいずれカルリスタ伝統派の、 価値観を受け入れることを絶望している。1936年に3杯目校、アルフォンソ・カルロスが死去して以来、サリカ法に基づくブルボン家の超試験者は、元スペイン王アルフォンソ13世であった。アルフォンソ13世は公認されたスペイン王であったが、1931年に退位させられていた。アルフォンソ13世は、カルロス5世の 弟フランシスコ・デ・パウラの男系の着想尊である。アルフォンソ・カルロスの死をカルリスタとイザベル派に分裂していたスペインの君主制支持者を行動させる機会だと考えた少数派のカルリスタにより、アルフォンソ13世はカルリスタの多い継承者として支持された。アルフォンソ13世の長男アストリアス皇アルフォンソと次男セゴビア公ハイメは1933年に それぞれスペイン王位継承権を放棄しており、またアルフォンソは1938年に死去していた。アルフォンソ13世は1933年に三何のバルセロナ博不安を、スペイン王位継承者に指名した。バルセロナ博は1957年、王家の行動を望む一部のカルリスタの支持を受け入れたが、1975年に、長男のフアンカルロス一世が、 スペイン王位についたこともあり、1977年にスペイン王位に対する請求を取り下げた。アルフォンソ13世の次男セゴビア公拝名は、1933年に王位継承権を放棄して、スペイン王家の家督を弟のバルセロナ博不安に譲っていたが、1949年に王位継承権を再主張、1964年にカルリスタ派の支持を受け入れることを宣言し、 ハイメ4世と称した。しかしフランシスコ・フランコがバルセロナ博の長男フアン・カルロスをスペイン王位継承者に決めると、ハイメは長男アルフォンソの勧めに従い、フアン・カルロスを正当なスペイン王として支持し、1969年7月19日にスペイン王位請求を取り下げた。これ以降ハイメ及び後継者はカルリスタの王位請求を行っていない。 ハイメを支持したカルリスタは、ごくわずかだったが、支持者の中には、カルロス7世の子供の中で最後まで生き延びていた、アリシアでボルボンがいた。ハイメとその直系子孫は、レジティミストの支持するフランス王位請求者の地位をも、受け継いでおり、レジティミストの大多数の支持を得ている。カルロス7世の、長女ブランカは、ハプスブルクトスカーナ家のレオポルトザルバトール大公と、結婚した。 1943年、対抗夫妻の末息子、カール・ピウスが、王子、アルフォンソ・カルロスの後継者であると宣言して、カルリスタ多い請求者に名乗りを上げた。これは女系を通じての請求であるため、圧倒的大多数のカルリスタからは、受け入れられず、わずかな支持を得るに止まった。同家の支持者たちは、カルロクタビスタと呼ばれた。1975年のフランツ・ヨーゼフの死後間もなく、 不安カルロス一世による王政復古もあって、ブランカの子孫を支持するカルリスタはいなくなった。ありがとうございます。